してダムについては基本的に治水と利水に分かれて、利水の中には水と電気、こういうふうに分かれる形になります。例えば東京の水って1971年と現在と比べて水ってものすごく消費量増えたと思うでしょ。減ってるんですよ。実は30何年かけて東京の水の消費量減り続けてます。なんで減ったかって、工業用の水道が値段が高いからみんな節約しちゃったんです。でその結果ものすごく水が減りました。でそして今まで増えてきたのは水洗化率、トイレの水を水洗にするせいで上がってきたんですね。ところが水洗化率はもうほぼ 100%、 今後は上がりません。でしかも水洗手洗いが節水型がすごく増えちゃって、今新しいトイレにすると3分の1の水しか使えません、従来の。でその結果水の量、消費量って減ってるんです。ということはこの35年間の間に東京のためにいっぱいダム作りました。そのダムの水どうなってるかご存知ですか。無効放流、そのまんま川に流してるだけです。何にも使っちゃいません。霞ヶ浦でもそうですし、長良川河口堰でも二風谷ダムでもどこでもそうです。無駄に作ってるだけでして、これは必要がありません。ですから電気必要なし、水必要なしで、そして治水はというと、実はダムを作る時っていうのはですね、下流部分に財産が集中していて、そこにこう流れ込んでくるわけですよね、川が。でその時にここにダムを作ると、ここに雨が降った場合についてはこの雨をこっち側に流さずにプールできますね。でも流域面積全体で考えると大体多くっても 5% ぐらいです。つまり 5% のところにだけ雨が降ったら役に立ちます。残り 95% は役に立たないんです。だからダムで治水をするというのはこれ無駄です。どうやると一番いいかというと、この下流部分のところに貯水池を設ける。で大雨が降ってきたらこっち側に逃がす。こういう形をするのが圧倒的に安くって便利です。でその土地がないということであれば、水田を使うと便利です。で水田を使って水田のところに流し込んじゃう。でそれは水田ダメになるけども、きちんと保証する。そうすると翌年になるとですね、連作障害消えるんですよ。実はダムについてはもはや全く必要性がありません。でそれはだから理屈さえ理解すればやめる話になるはずなんですが、今のところみんな騙され続けているのでダム推進が続いているっていう状態です。風と水の密度を比べると800倍水の方が密度が大きいんですね。でその結果ね、800分の1のサイズで同じ発電ができるんですよ。だから実は日本の場合一番大きなエネルギーを得られるのは小規模な水力です。で小規模な水力に進めていくのが一番最もコストが安くって一番大きなエネルギーが取り出せます。ですからおっしゃってる通りです。でそれをですね、ダムにする必然性は実は全くありません。水力発電の電気の消費量、発電量っていうのは、どうなっているかというと、これ例えばダムがあったとするとですね、発電量は高さかける水量かける重力によって決まります。ですからね、ダムで作った場合の発電量とちっちゃく水力をこうやって貼り付けていった場合の発電量と比べたとするとどうなるかというと同じなんですね。高さ同じでしょ、で流れる水量同じでしょ、それに重力はどこでも一緒だから。ということはダムにする必然性全くないんです。でなんでダムにするかというと、必要な時に発電してもらえる。つまり水をずっと夜溜めておいて昼間に堂々として発電できる。つまり充電装置の役割を果たすことができるからダムを作るっていう状況なんですね。佐久間ダムね、あそこ私も行って日本で一番小さい村泊まりに行ったんですよね。そしたらもうとにかく泥がいっぱい浚渫用で、それで一番下の方はね、うなぎが登れないんで、こんなでっかい怪物みたいなうなぎがゴロゴロして、で水は腐っちゃってね、それを全部を地方交付税でやってるんですよ。だから人がいなくなってね、環境源もない。佐久間町でみんな合併してももっともっと赤字になって災害が増えてきてるんですけど、誰も言わないんですね。ダムで水溜めちゃうと砂が溜まっちゃうでしょ。でそのために逆に海に流れていかないから砂浜が消えていく。でそして時々そのダムの、溜まっちゃったヘドロを一斉に流すんですね。で黒部川が有名なんですが、思いっきり流しちゃったがために麓の漁師さんたち、いくら何を取ってもヘドロしか取れないんですよ。ヘドロが莫大に取れるだけで、タコ壺入れておくとタコが中で窒息してるんです、ヘドロで。もうかわいそう本当に。でそういうような状態になっちゃうのがダムでしてね。だからダムはね、とにかく撤去した方がいい。で今もうアメリカでは500個以上撤去してますし、日本の中でも実は川辺川ダムのあそこ球磨川でしょ。で球磨川の下流ダムこれから撤去するんですよ、荒瀬ダムですね。でこれからね、実はダムは撤去される時代に入っていきます。でこれはね、公共事業としてもものすごく力になるんですよ。だから公共事業って僕ね、公共事業が悪いんじゃなくて、その選んだ代物が悪いと思ってるんです。だから地域の人たちが役に立って経済的に利益が得られて、もっと安いもんだったら公共事業はあった方がいい。だけど今の公共事業は、借金を貯めて役に立たなくって、すぐ潰れるっていうことが問題なんでね。だからダムを撤去するって、これ非常に経済的に利益が出ます。というのはお魚がいっぱい上がってくるようになるんで。でそしてまたダムのために、そのダムに砂が入らないように砂防ダムって連続してバーッと作るんですよ。これ1個2000万から2億するんです。ところがにもかかわらず山の中入ってみると、木頭村なんか見ると、木頭村って四国の山の中なんですが、そこを見るとですね、400個連続してるんですよ。それ1個2000万から2億ですよ。それが400個連続してあるんです。もう万里の長城のようにばっかけてますよね。でそんなバカなことをやって、実は公共事業で儲けてるから砂防会館っていうのがあるんですね。でそれが特定政党の、集まっている場所になってるわけですが、なんで砂防会館か、それ一番金が儲かるからです。でそしてダムを貯めると、そこには必ず、もう一度浚渫が必要になりますね。でそして今度ね、下側には飢えた水っていうんですが、もうまるっきり砂を含まない水が流れていくと、全てをツルツルにしちゃうんですよ。でそうすると魚が卵を埋める場所がなくなっちゃうんですね。でそして下の橋脚、橋とかをですね、どんどん溶かしていっちゃうんです。でそして一番下に行くとどうなるかというと、一番下のところでは砂がどんどん失われるので、今遠州灘とかどんどん減っちゃってますね。どんどんなくなっていっちゃってます。でそういう構造になってしまうので、テトラポット並べるわけです。だから公共事業は今テトラポット並べたらいろんなことで金使ってますが、それよりはダムを撤去した方がよっぽど安いです。で経済効果も全然大きいです。ですからそういう方向に公共事業を向ければいいんです。そうすれば実はその建設会社の人たちとか全然断る気ないですよ、そういうことに。だって公共事業欲しいんですから。だから公共事業はまともな公共事業であればいいんだという形で主張していくべきだというふうに思いますね。椎葉ダムってのはあれ何つったっけ、アーチ式ダムなんですよね。でアーチ式ダムっていうのは最もコンクリートの消費量が少ないので一番安上がりにできるんです。ところがボロボロなんですよ。もう崩れてますね、あれね。でしかももし崩れたとしたら真下に学校があるんですよね、あそこ。ですからあれ崩れちゃったら学校がいきなり最初にやられちゃう。実は世界の中ではダムってすっごい壊れてるんですよ。で一番ダムの中で悲惨な事故は中国で起こった板橋ダムというダムが壊れた時です。1970年代に起こりましたけども、でこの時ですね、2つ上流でダムが壊れたんです。ところが中国ってダム連続して作っているので、ドミノ倒しが起こって62個壊れました。で最後のダム壊れなかったんで水没しちゃったんですね、町が。でその結果23万人死んでます。これが世界最悪のダム事故ですね。でこういうような事態もあるし、例えば、アメリカでティートンダムとかね、フランシスダムとか壊れてますし、各地で実はダムって壊れてるんです。だから日本の中のダムが、壊れるのはこれから起こってくる事態だと思いますね。特に椎葉ダム危険ですね。うん。